よいしょ、よいしょ。こんにちは、マイクです。今回はですね、次回の日産リーフのフルモデルチェンジでどんなモデルチェンジがいいか、ちょっと私なりに希望を述べさせていただきます。なぜこんなことを言うかと言いますと、先日東京にドライブに出かけた時ですね、駐車場があまりなくてですね、コインパーキングで立体駐車場があるんですけども、そこに高さが1メートル50超えるということでですね、超えてるということで、日産リーフはちょっとご遠慮いただくということで断られてしまいました。自分はですね、5ナンバーサイズのコンパクトカー乗ってるような、そういう気分でいつも乗ってると思うんですから、リーフだったらどこの駐車場でも入りそうだななんて思ってたんですけども、それが高さがですね、幅と長さはいいんですけども、高さが1メートル50をちょっと超えてるということですね。それで断られてしまって、結構お安いお得な駐車場だったのでちょっと残念だったんですね。で、結局どうしたかと申しますと、平面のですね、ちょっと割高な駐車場に止めざるを得なかったってことで、ちょっとその時はね、へこみましたけども、そんなこともあってですね、ぜひですね、日産リーフ、使い勝手が良くてですね、いい車ですので、バッテリーのね、ことのマネジメントさえうまくできれば、他に非の打ち所がない車だと自分でも思ってますので、そういうことでですね、次のモデルチェンジの時にですね、ぜひですね、前高をですね、1メーター50以内に抑えていただく努力をしていただければななんて思ってます。昨今のですね、SUV ブームでですね、車高が高くてですね、タイヤが大きい車っていうのが流行ってるには流行ってますけども、そうは言ってもですね、都会の方で駐車場探しやなんかするとですね、やはりその 前高のそのわずかな何センチという部分がですね、使い勝手に直撃してくるということですね。それを実感しましたので、バッテリーがですね、車体のか下の方に、シートの下のところにずっとはべらされているということで、もうやむを得ないですよね、多分ね。ですけど、ホンダさんがやってるみたいに、アイポイントで、ダッシュボードに対してアイポイント高いと思うんですよね、ホンダさんの車っていうのは。比較的シビックにしても、ステップワゴンにしてもですね、他のメーカーさんよりもアイポイントがですね、ダッシュボードに対して高く取られているので、すごくなんかすっきりしたようなデザインになってますけども、そういう手法をですね、もし取り入れたとしたら、前高が車高がですね、低くなるんであれば、そんなような感じで開発をですね、していただければなと思います。バッテリーの方はですね、多分どんどん大容量化していく、それからチャージングにしてもですね、速いスピードで今までよりもより多くの充電ができるというようになってことは、まず間違いないと思いますので、それに関してはですね、もうほぼ充電とか、それから電池の容量に関してはですね、ほぼ解決していくということだと思います。しかしながらですね、肝心のその車体のですね、構成といいますかね、高さだとか幅だとか長さだとかっていう、そういうあとホイールベースだとかって、そういうところがですね、やはり日本で使いやすいような
まあ、日本のまあ狭い道ですとかもそう含めましてね、あの日本で使いやすいようなデザインにしていただければなと思います。まあ、そうは言ってもですね、やっぱりマーケットは確実にアメリカですとかね、まあ中国でシェアを上げるっていうのはちょっと難しいかもしれないですけども、アメリカですとかヨーロッパの方ではですね、の向けに開発されてると思いますので、ですけども、その、リーフがですね、どんどん大型化していくっていうのは、ちょっと悲しい部分があるかなと思ってます。皆さんどういうふうにお考えでしょうか。まあ、一般的に考えれば、リーフじゃなくて、リーフよりも小型の、コンパクトカーの EV が出てくると思いますけども、そういうので我慢しなさいよ、みたいな感じで、ね、蹴られてしまうかもしれませんけども、リーフっていうのは、ある意味、歴史を塗り替える、新たな歴史のですね、幕開けに登場した、唯一の EV なので、できればリーフにも、次もリーフに乗りたいと、そういう方もね、いらっしゃると思います。私も、正直そういう感じ方をしておりますので、ね、日産リーフがどんどん大型化してて、ですね、他のメーカーさんみたいに、どんどん大型化してって、もう名前ばかりは一緒だけど、ちょっとテイスト違うよねっていう、そんな車、ね、やっぱり、ちょっと残念にならないですから、残念に思えてならないので、できればですね、このキープコンセプトと、プラス、その改良点があれば改良すると、そういうようなね、フルモデルチェンジであってほしいと思ったので、動画にさせていただきました。この動画がですね、いろんな、たくさんの方にですね、見ていただいて、ご自身の考えられることもそうですけども、そういう、こういう、リーフが本当に好きなオーナーも、ここにいるんだっていうことをですね、いろんな方に知っていただいて、それが少しでもですね、いい方向にですね、向かっていくような感じで、ユーザーの声という、生の声というものをですね、知っていただければと思いました。はい。ちょっとですね、話し下手で分かりづらいこともあるかもしれませんけども、聞きづらかったり、あるかもしれませんけども、切実な思いということですね、あえて文章にせず、こういう動画とかで、お知らせしたかったということで、そういうふうにさせていただきたいと思います。じゃあ今回はこの辺りで失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネルの登録の方もよろしくお願いいたします。こういう動画どんどん上げていきたいと思います。それでは失礼いたします。Yeah.